頭を除いて前頭重傷勝ち馬だしメンバーレベル高くない？その1頭もオープン馬だし聞いたことのある馬も多い。この時代の競馬は詳しくないけど単マイル層が厚いと思った。世代戦で G1 に勝してるとはいえ3歳牝馬が3着なのはようやっとる判定なのかな。実際3着はすげえと思うよ。前の2頭はその後香港マイル勝つハットトリックと復調してきてた台はメジャーだし。ひずめがボロボロだったグランダルが撃沈してる。マイルの G1 にローエンテレグのシスバラゲーがいる安心感。ちょっと雑に言うと04世代はマイルの層が厚い。2005から2007の最優秀短距離馬は全部04だったりする。あとマイルチャンピオンシップは世代で4勝してる割とやべえ奴ら。2005ハットリ、0607ダメジャー、09カンパニー。ちょっとカンパニーが偉すぎるな。これはカンパニー劇場大断言ですわ。ダメジャーが混ざってんのが後から見ると絶望感ある勝ってるの違うけど。ここをもし取れてたら、最優秀3歳牝馬文句なしで取れてたかもなぁとは思う。シーザリオとギリギリの秒差だったからな。ハットトリックはこれが G1 初勝利だけど、この後に香港マイルも取るからな。桜花賞 NHK マイルカップを勝ったその世代の最強マイラー牝馬でも太刀打ちできなかったってことなのか。ラインクラフトの実力は疑わないけどやっぱりこの頃は牝馬ボバ、3歳馬コバでは差はつきやすかったのかな。いや、この時期の3歳馬がコバ相手に勝てる方がレアケースだよ。グランダルもおるやんけ。ハットリ君という爆発力は本当にすごかったが大体盛大に吹っ飛ぶ難儀なやつ。ダンムーバラゲーテレグノシスとか聞いたことある馬おるな。グランダルマイルチャンピオンシップ3連覇ならず、低用円で10ヶ月休養後にぶっつけ本番のスプリンターズステークスで香港最強馬のサイレントイットネスとの一騎打ちをした後、勝つハイペースなのもあって燃え尽きた感。燃え尽きた、上がり最速 33.2? 化け物。ハットトリックもなぁ、香港マイル取ってこら来年のマイルはこいつの時代になるのか、と思ってたら、その後全部掲示板外で終わってしまうという、なんか一瞬の花火のように燃え上がった馬。なお安城ペリエはディープの引退レースで、またもや台はメジャーを破って2着に入るキラーアプリを炸裂。テレグノシスは義務の年の NHK マイルの子よな。イエスそれ以外 G1 は取れなかったけどマイルでは前線してた NHK マイルカップのようやっとる枠の馬。ダメジャーにルメールって想像つかん組み合わせというかこの時期のルメールにゲット祭りやん。ダメジャーとデュランダルは馬勝てでもよく話に出てくるな。ハットトリックとバラゲーもぼちぼち見かける。なんか北の将軍様みたいなおっさんいんな。ルメールは2004年のマイルチャンピオンシップでもダンスインザムードで2着を取っている。1着のデュランダルと末足勝負してたけどさすがに切れ味勝負ときたらデュランダルに軍配が上がるのは仕方ないね。天皇賞秋でも同じチームでペリエ、ロブロイに2着にボコられてるな。戦績見せてもわからんというかラインクラフトに先着した2頭がヤバいくらい強くてラインクラフトより後ろも、実力者揃いという情報だけわかってればいいよ。めんどくさいし。一番話題にならないテレグノシス。名前の由来がかっこいいからセーフ。20年経った今でもちょいちょい語られる馬がこれだけいるのってすごいことだと思うけどね。ダスカのイメージに引っ張られてダメジャー関西馬だと思ってた。関東馬でした。それ知らなかった。てっきり立東かと。アンカツが乗ってるイメージも強いからなおさら美穂の馬感が薄い。ハットトリックはシーザリオと同じキャロットだしキャロットに番手できてもおかしくないと思う。地味に関東から関西への転球組であるハットトリック。ラインクラフトのシニア級 G1 挑戦まで2部で描写されるかはわからないけどここまでクラシック路線とティアラ路線の差の話をされたらぜひとも入れてほしいと思う。誰も成し遂げなかった3連覇をするのか、ティアラ路線のマイル女王がシニア級 G1 も体感するのか、昨年のクラシック制覇から低迷し復活を遂げるか、はたまた初 G1 制覇になるのか、みたいな。ラインクラフトは3歳勢の中で最先着だしすごいわ。去年のマイルチャンピオンシップもほとんど重賞馬だからビクトリアマイルや NHK マイルカップがある春競馬と違ってマイルチャンピオンシップは強豪馬が集まるのかもしれない。安田記念の方が格がある印象があるけどマイルチャンピオンシップも負けてないね。牝馬の制覇はマイルチャンピオンシップの方が難しい印象がある。というより、安田勝てるレベルで強い牝馬は左回りと相性いい。けどデータ上は安田記念勝った牝馬の方がマイルチャンピオンシップ勝った牝馬の数より1頭少ない。安田記念は連覇する牝馬が多いから数が少ないとか。なるほど頭数と回数の違いか。マイル G1 って他に行き場のないスプリンターが挑戦してきたり、スピードタイプの中距離馬が殴り込んで、来たりで大体豪華なメンバーになるイメージある。短距離 G1 は短距離馬だらけになりやすいのはなぜなのか。
最近の強いマイラーが参戦した例だとグランアレグリアくらい。マイルってスプリントと中距離に挟まれてるけど、スプリントはマイルとしか隣り合ってないからじゃない？賞金や展開に左右されやすいこと考えたら少し長い1800とか中距離に行く方がいいよな。マイルはレースも多いし、わざわざ短距離に行く必要がないのが最近の傾向なのかもしれない。この時点でのルメールってまだ日本で重賞勝ったことすらない時期か。なんなら初重賞が05有馬記念だからな。ビッグタイトルだね。しかも任した相手がね。安田記念の連覇馬とは反対に、マイルチャンピオンシップ連覇馬はグランアレグリア以外全員ボバ。だからこそセリフォ数が3歳でマイルチャンピオンシップ勝った時は騒がれたわけで、近年は3歳でコバ G1 制覇をちょくちょく。見るから凄さが薄れてきてる感あるけど、本当にすごいことなんだよな普通は。なお、ペルシアンナイトが守護馬入りできなかったのは血統が理由なのもあるけど、セリフォスはどうなるか心配になる。大和メジャー後継はもういらない？いるよね？ね？基本的に3歳馬がコバ相手に食らいついていけるのはすごいことだしね。日本の馬はおよそ4歳秋くらいに肉体的なピークが来ると言われているので。ウォッカやグランアレグリアで感覚がマッチしちゃうけど、ラインクラフトのマイラー牝馬の中でも上積みだね。ビクトリアマイル以外全部掲示板内だし、コバになっても G1 は勝てんかったけど重賞制覇しているしな。未だ桜花賞からの変則2冠は唯一無二の異様だし、めっちゃ上積みよ。5歳まで走って欲しかったな。化け物の共演でしかない。なお勝ち馬とのその同期で合計4回この舞台をかっさらう模様。ダメジャーにバラゲー、ダンスインザムード、デュランダルト、にわかの俺でも聞いたことある名前ばっかだなこのマイルチャンピオンシップ。ぜひとも馬娘になってほしいメンツ。G1 馬8頭、テレグノシス以外は G1 を2勝以上勝利、プラス G2 コレクターのローエンバラゲーがいるの熱すぎる。2005年は安田記念も激アツなんですよ。なぜかグランプリホースが連帯決めてるレースだな。あと安定の掲示板カントニー。スイーピー1マイルでも実績があるから連投で宝塚買っちゃうなんてやっぱやべえよ。安田、宝塚は中2週で連投にはならんよ。おぐり、行くの、連投とはこうだ。マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップ。このローテで出走するだけでも頭おかしいのに、なんで前者はどっちも連帯してんだよ。ダンムーちゃんはさ、竹と北村でしか走りたくないタイプ？竹はサンデーサイレンス3区走らせるマンだからわかるけど。一説では香港遠征で狂ったらしいよ。そもそもローテが有力を牝馬のしていいものじゃない。ローテどころか全てがしていいもじゃないぞ。初 G1 取った北村騎手は当時25歳、所属7年目の若手だし、藤沢調教師に至ってはロブロイやらクリス S の調教を北村騎手に任せたんだぞ。ダンムーにはレースよりもむしろ調教で乗った方が多いらしいぞ。イケメン期待のルーキーだったのか？一部の例外で麻痺しつつあるけど、そもそも3歳馬はコバに太刀打ちできないのが普通だからな。とはいえその一部の例外たちこそが名馬ってことでもあるんだが、当時の競馬おじさんがラインクラフトの突然死にショックを受けたのがよくわかる見当っぷり。本当に惜しい子だったね。服部くんはこの後香港マイルも勝っちゃうしすごいよ。二部でライバルと切磋琢磨し勝利したラインクラフトが先輩の実力に押されて少しおじけてしまうが、必死に食らいつくとこが見たい。ラインクラフトについて調べてたら判定も現役中に亡くなっていたのか。あとおじに G1 バードマイやマックスがいたんだな。亡くなった判定はダノンマスターズね。シンボリクリス S の初年度3区、ラインクラフトの判定ということもありセレクトセールで2億2050万円の値がつくも結果を出せず5歳の時に死亡を理由に登録抹消、死因は公表されず、創生した姉の元にそんな急いでいかなくてもよかったのに。成績があれなのはどうしようもないけど、馬って生きてさえいれば乗馬なりになって可愛がられたりするからな。姉より1年間長く生きれたけど、こんな最後あんまりなんだよな。別に極端に虚弱な血統ってわけではないけど発酵よね。近親に活躍馬が多いし繁殖入りできてたらと思わずにはいられない。シーガリオ、メサイア、ハートが良かったからなおさらな。シーガリオ、エアメサイアが繁殖成功してるの見ると、そりゃ当時のファンは繁殖入り見たかったんだろうなって。